はい、こんにちは、本田です。今回ですね、茨城県常陸太田市まで来させていただいております。で、カメラの前ですね、映っていらっしゃいますのが、茨城県水戸市で工務店をされていますサンハウスの野部さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、サンハウスさんの方で建てられた平屋のルームツアーをさせていただけるということで、こちらプロのメンバーとちょっと一緒に見学できるということで押しかけてみました。今日はすいません、よろしくお願いいたしまお願いす。します。なかなか僕らもですね、こういった建物ですね、見る機会がないんですけども、今回は野辺さんのご厚意と大瀬様のご厚意ということで、ちょっと見せていただけるということなので、一緒にルームツアーで皆様に見ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません、今回平屋のお家ということなんですけども、はい、敷地は結構大きいんですかね。はい、土地自体は150坪、150坪、はい、ありますかね。まあ、敷地大きいですよね。はい、こちらがちょっと今庭になるんですけども、こんな感じでかなりゆったり撮ってるので、めちゃくちゃいいですよね。建坪はこちらの平屋は何坪のお家になるんですか。はい、27坪ですね。27坪の平屋、はい、これは先ほどちょっと見させていただいたんですけど、駐車場スペースとこの外物置はのけたスペース。そうですね、28坪ぐらいの、はい、ですね、いいですね。はい、こちら今お庭をされてるんですけども、こんな感じで見えています。ですね、南側の面が。こちらが家の顔になると思うんですけども、はい、こちらも今回は作られたわけですね、この塀は。そうですね、コンクリートの打ちっぱなしなんですが、はい、枠の方で杉板を使いまして、はい、ちょっとこう杉の模様が、浮き出るような形で作っております。これですね、杉の型枠を使ってこういう木目をですね、コンクリートにつけて、今回ちょっとこう低めになんかこう設定されてるイメージなんですけど、これはあえてこういう高さで。そうですね、なんていうんですかね、こうあんまり高くしちゃっても建物自体も平屋ですので、はいはいはい、少しこうなんていうんですかね、重心を低くしてるような。なるほど、重心を下げる意味でここ下げてるっていうことですね。そうですね、はい。あとこちらですね、このここに敷いてるこちらは何でしょう。こちらはユニソンさんのリビオっていうものなんですけど。リビオですね、はい。これ結構施工難しいんですよね。リビオ結構ね、ご要望は多いんですけど、結構コストも結構かかるので皆さん悩まれるところなんです。実際これがこれですかね。そうですね、この現場でこれを1個ずつ並べてる、ね、並べてくっていう形になりますね。ただ置いていってるだけじゃないですよね、ちゃんと下に、はい、踏まないように、ね、そうですね、止めてですよね。なかなかいいですよね。結構な費用がかかってると思うでもやっぱりいいですよね、シャープで。そうです ね、ちょうどこちらがお車で車寄せ通れるような場所になってて、ちょっと普通の土間でもよかったんですけど、つなげてみようかという話になってですね、はい。あとこちらですね、この奥ポスト見えてるんですけども、こちらもユニソンのポスト、ね、はい、そうですね、こちらもユニソンさん、ね、ちょっと低めにされてますね。はい、結構この高さいつも悩んで、結構なんか気づいたら高めについてたりするんですけど、結構割と低めに抑えてるのは、これも指示して。そうですね、あまりやっぱりこう高さを出さずに、はい、まあ、構造物も含めてなんですけど、はい、低め低めにしてあげると、まあ、雰囲気的にも落ち着いて見えるのかなというふうに思ってます。はい、いい感じですね。あとこちらですね、見えてるのが車が止めれるスペースで、はい、車こうここがスーッと入ってここにも止めれますしっていうところと、はい、こちらが物置ですね。そうですね、お庭も広いですので、はい、お庭での、まあ、道具ですとか、はい、あとはタイヤですね、はいはいはい、そういったものなどをご収納いただけるようなスペースです。なるほど、はい、いいですね。あとここにちょっと腰がかけられるスペースと。そうですね、まあ、この辺やっぱりこう田舎といいますか、はい、車なしでちょっと生活がなかなか厳しいところですので、はい、まあ、共働きのご夫婦が、はい、ここまでお車つけて、お荷物ちょっと置いたりとか、うん、なるほど、そんなことができたらなと思ってます。はい、はい、あとこちらの面なんですけどもね、こちらこういうちょっとデッキもついててしてるんですけど、これ皆さんなんかわかりますかね、ここ見ていただいて何かがないのが。雨どいがないんですね。あ、そうですね。はい、雨どいがないっていう設計をされたのは野辺さんだと思うんですけど、これはお客さんに言われてこうなったんですか、それとも野辺さんの設計意図ですか。そうですね、お客様とちょっとお話しながら、はい、なくても綺麗なんじゃないかっていうところで、はい、きちんと排水の処理さえできればいいのかなと思って、
ご了解、打ち合わせしながら決めていきます。なるほど。これが排水の処理をされてるんですか。そうですね。ここをどういうふうな感じで処理してるんですか、実際は。この下は、はいはい、表面はこういったゴロタイシっていう県産の石、玉石なんですが、はい、その下をめくりますと、はい、よいしょ、ちょっと深いですけど50センチくらい、まだ出てこないですけどまあまあこの下なんですね。そうですね、シートで透水層を作ってまして、そこに浸透させるっていうようなイメージで作っております。はい、わした。今ですね、大方さんが興味本位で、ほら、これ下が気になるわけですね。シート、これシートこれ何のシートなんですか。これ透水シートでしたっけ。そうですね。で、その中でぐるりとそれを巻いて、中に炭砕、砕石ですね、細かな石が入ってるような感じですね。それを入れないと泥で詰まっちゃったりとかしちゃうので、そういったシートを巻くような形ですね。あとこちらなんですけども、外壁がですね、天竜焼き杉っていう外壁になるんですね。まあ結構僕らの仲間で使ってるんですけど、今吉田さんがなんか変なとこ写真を撮ってるんですけど何が気になるんですか、吉田さん。こう屋根の換気とかどうなってるんですか。はい、ちょっと分かりにくいんですけど、先ほど写真撮ってたところが、通気ができるようにこうスリットになって、こう黒なんで分かりにくいですけど、すね、網目状になってて、そこから空気が入って、胸まで抜けるような形ですね。ここですね。ありがとうございます。そうです。なるほど、はい、軒先換気をそこに通気層を取ってるわけですね。これちょっと衣装的に本当見えないんですよね。これも建築中に結構お客様とコミュニケーションを取ることがあって、はい、軒裏も黒にした方が綺麗なんじゃないかどうか、デッキもどうなんだとか、その辺もちょっと打ち合わせしながら、はい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 、変更したりしていますね。元は違う色だったんですか。なんか元々やっぱり両方デッキとデッキも軒天も杉板なんですが、はい、それはそれで綺麗なんですよね。はい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 。でもやっぱりこう焼き杉との、まあ、コントラストを優先にした方がいいのか、もう黒としての一体感が綺麗なのかっていうところで、オーナーさんも悩まれたと思いますね。塗料は何塗ってるんですか。こちらはタヤエクステリアといいまして、はい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 、自然塗料になるんですけど、外でも中でも使えるような塗料ですね。はい、そしたら中、はい、お話していただいてもいいでしょうか。はい、どうぞ。そしたらすいません、中失礼します。どうぞ。こちらが玄関の手すりが、はい、造作で作ってるわけですね。そうですね、はい、これは何か意図があるんですか。そうですね、天井から床までこの丸棒一本ですと、やっぱりこう弓状にちょっと触れちゃうので、はい、ちょうどまあ間柱って下地があるところ、はい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 、そこで支えつつ、なるほど、真ん中で触れ止めにしてるよ。こちらがまず収納ですね。こちらは何のお部屋に。こちらは寝室ですね。はい、6畳ぐらいの大きさになります。はい、はい、なるほど。2個いった収納をつけられてっていう感じの、はい、仕上げになったわけですね。はい、こちらは障子が。そうですね、はい、お庭を望めるように大きな窓をつけていますね。なるほど。ここも格子は造作で作られて。そうですね、建具屋さんの方で作っています。なるほど、はい、これ多分あれですかね、片引きができるサッシですかね。そうですね、リクシルさんの LW ですかね。 LW のサッシですね、はい。リクシルさんの LW でもこういう格子っていうのは既製品でもあると思うんですけど、今回はこちらはもう個別に作られて、はい、そうですね、なるほど、はい、外格子は自社で作られた本物の木を使った格子を作ってるってことですね。で、窓の方はリクシルさんの LW の引き込み戸ですね、はい、そうですね。なるほど。寝室でまあどんだけ開口が取れるのですごく綺麗ですよ。どうぞ。失礼します。正面ですね、こちら見えますが、これ、まあ、有名な照明ですね。はい、220が、デスパースの照明が映っています。こちらがまずダイニングスペースと。そうですね、というところなんですかね。はい、こんな感じになってます。で、こちらが先ほどの庭が見えるところなんですけども、はい、この窓の開口、綺麗ですね。ありがとうございます。
方位的には、はい、少し東側に触れてはおるんですが、はい、やっぱりこの山並みというか、はい、あの風景の方を取り入れたくて、なるほど、こちらの景色を優先に配置決めをしております。なるほど、いいですね。ちょっと今あの刈り込んじゃってますけど、はいはいはい、あのこの地域こう蕎麦が有名で、はい、あの蕎麦の花とかがすごい一面広がって、そうなんですね、季節ごとに楽しめるような。なるほど、なるほど。こちらの窓は木製の窓ですね。そうですね、こちら、ノルドっていう、ノルドさんの、はい、ノルドさんの冊子になります。はい、ここから出れるようになってるんですかね。そうですね、こちらから、はい、出れるような感じですね。はい、まあ、ここもしっかり屋根がかかっているので、はい、雨が降っても入れる場所になるので、そうですね、いいですね。こんな感じになっています。デッキ材は先ほどあったのはこれも杉なんですね。これも杉ですね。はい、何が気になりましたか。びっくりした。何かなと思って、これ排気じゃないわ、新鮮空気の。そうですね、吸気なんですが、はい、どうしてもあのメーカーさんの吹き出し口ですと、はい、こちらのような、あ、はいはいはい、指定品のものになってしまうので、はい、ちょっとどうしようかなっていう話をお客様としまして、まあ、少しこう隠してあげてもいいんじゃないかっていう話で、ちょっとしたここに、そうですね、衣装でちょっとね、こう取り外しがちょっとどうですかね。こちらがキッチンのスペースになるんですけど、今回 L 型のキッチンを採用されてるんですね。そうですね、はい、このキッチン、こちらはメーカーさん、メーカーの名前書いてるんですけど、陸州のキッチンなんですけど、はい、こちらここだけ変えれますか。あ、そうですね、取っ手だけ、ね、あの手の触るところは極力、はい、あの既製品を使っても、はい、あの無垢の木にしたりとかっていうのはご提案していますね。ここではもう、はい、普通にキッチンが入ってきた後取っ手を外して、そうですね、ちょっとこういうふうに。そうですね、こちらがもともとあった取っ手。あ、なるほどなるほど、全然違いますね。ちょっとやっぱりこう好き嫌い分かれるところだと思うんですけど、はい、うん、ちょっとこう木質感出してあげてもなるほどね、いいかなと思います。ちょっとこういうね、取っ手だけを納品された後に取り付けしておくということですね。ここでビスがあるので、ここで変えることできますので、皆さんちょっとこういうアクセントがなりますので、よかったら参考にしてみてください。こちらがミーデの食洗機、今回は入れられているということで、はい、そうですね、リクシルさんのキッチンにもミーデはつくんですね。そうですね、はいはいはい、こう食洗機も、まあ、幅の広い60センチですかね、はい、幅のものでこう洗濯していただくことができます、うんうん、はい、なるほど、はい、いいですね。今回は何人家族でお住まいになるご予定ですかね。こちら4人家族ですね。4人家族で、はい、この600サイズを、そうですね、買うことはい、ありがとうございます。あとこちらの台はどういった用途で使われる感じですか。あと、まあ、キッチンの作業場と作業台としては、そのはい、キッチン本体の台はあるんですけど、はい、皆さんで囲んで、作業をするとか、はい、あるいはちょっとスペース的につながってはいるんですけど、はい、空間的にちょっと円を切る意味で、はい、あの家具として設けております。なるほど、はい、引き出しになって収納にもなってって感じですね。収納にもなって、ここはもうゴミ箱のスペースですよね。そうですね、はい、こんな感じで、ここにもう一つあるんですけど、このスタディーコーナーが、そうですね、あるわけですね。お子様の部屋が、はい、あのこの後あのご案内したいと思うんですが、はい、まあ、それほど広くないので、はい、まあ、居場所だけはなるほどちょこちょこと設けてあります。ここが家電が並ぶところですかね。そうですね、家電棚と冷蔵庫、冷蔵庫ですね、はい、当初あの冷蔵庫の向きとか、はいはいはい、いろいろお客様ともやり取りがあったんですが、はい、まあまあ、どこに置いても一長一短はあるんですが、はい、まあ、まずエアコンを単純化しようと、はい、こちらに今ついてはないんですが、エアコンが、はいはい、壁掛けのエアコンがついて、なるほど、このエアコン1台で、暖冷房するという形で、うん、まずそれを優先にさせていただきました。
何が気になるいや、この、はい、一つ今綺麗やなという話で、あ、ここですかね、はい、これ皆さん分かりますかね、はい、この前の幕板が、前板がある理由っていうのが、はい、そうですね、そうですね、閉じたこのロールスクリーン的なものを、はい、その間に隠せるようにってことですよね、このように、このように結構西側にはなるんですけど、はい、景色がすごくこうそうですよね、綺麗なので抜けてるのでね、あえてこう大きな窓をつけて抜け感を出してみたり、あえて透明のガラスにして目線が気になるときはこういったものをしていただくんですけど、これがちょっとねやっぱりこう懐が出るんですけど ね、これはちょっと目線的に気になるんだっていうことで、はい、あえてこういうのをちょっと前にまくってつけて隠しているというのが谷中さんが気になったと、はい、いいことしてるなと、はい、今回は、まあ左の建物でまた寄せ棟っていう形なので、はい、こう屋根の軒天っていうこの水平ラインがすごい綺麗な印象があって、うん、特に外から見ても綺麗なんですけども、今回ここに立った時にこの風景を見た時にちょうど軒天が上を切り取ってくれるの で、ね、景色がよりこうなんていうんですかね、クリアっていうんですかね、こう飛び込んでくる感じがすごい印象的だなと思ったんですけども、この堀の深さっていうんですかね、この、はい、あそこのデッキの部分のが普通よりも結構深めに入ってると思って、そうですね、そのあたりはこういう切り取りとかも意識してされたんですか。あ、そうですね、少しやっぱりこう出っ張り引っ込みといいますか、はい、まあ、なんて言うんでしょう、各お部屋のこう微妙ちょっとしたつながり方の変化、はい、ドーンと広いスペースにすることももちろんできるんですけど、平屋ってどちらかっていうとこう間延びしやすかったりするので、はい、ちょっと出っ張らせたりへっこませたりすることで、うん、ちょっとこう面白みだったりとか出てくるのかなと思います、はいはい、エアコンこの壁掛け一台で暖房もしていくっていうような形で、はいはい、子供部屋離れた寝室とか、そうですね、はい、ですね、これはお客様ともすごくこうお話しされたんですけど、打ち合わせされたんですけど、やっぱり単純にそこ扉を閉めちゃって、こちらに寝室があるんですけど、暖かくあるいは冷たくなるわけがないじゃないですか。わけがない。でも全体的にここの断熱性能っていうのは、いわゆるヒート20でいうと G3、陶器でいうと7を超える断熱性能で、まあ、本来であれば真南に向けてあげた方がいいんですが、優先順位的には居心地を優先させていただいて、でここは非対力壁、いわゆる筋交いとかそういったものがないもので、どうぞこれもそのまま抜こうかとか、壁も障子つけようかとか、でも寝室でもあるしというところで、正直暖房に関してはほぼ断熱の方と住まいながらの熱で賄えちゃうと思います、うん、ただ夏場の冷房に関してはちょっとやっぱり開けたりとか、うん、ちょっとした、まあ、冷房器具を入れたりとか本当にこうコンセントさせて使えるようなものでいいんですけど、うん、そういったものが必要になるのかなとはお客様とは話しております。はい、あと、ね、この提灯がイサム野口っぽいなと思いながらちょっとなんか違う可愛い、はい、照明なんですか。そうですね、こちら我々会社が水戸にございまして、もともと水戸って城下町でお侍さんなんかがこう内職で提灯なんかを作ってたりしてるんですね。水戸もその提灯が有名な場所で、その提灯の張り地を地元の紙を使って照明化してるっていう形ですね。可愛いですね、鳥の。そうですね、これどこの照明なんですか。これは鈴木茂平商店っていう、鈴木茂平商店買って帰る方今日買って帰ってくださいね。これネットでも販売してます。ネットでいけるんですか。鳥あ、本当だ。こちらは音で反応、音で、うん、なのでパチンと叩いていただいて、おっ、おぉ、すごい色綺麗ですね。そうですね、綺麗ですよね。消してください。はい、吉田さん、もう一回。はい、でこちらがですねリビングになるんですけど、す、ね、ちょっとこう見ていただいたら分かると、小下がりのリビングになっているという感じですね。そうですね、はい、はい、で造作のソファーとちょっとした本棚って感じですかね。ここは。そうですね。
を取りながら、こちらもテレビボードなんですけど、ここがずっとこう一体になってるので、ここがですね、要はまあベンチみたいな感じですね。またベンチの役割もしながらという感じで、腰掛けていただけるような場所で、感じにもなってるということですよね。窓は先ほどの部屋と一緒で、あの LW を、ね、はい、使ってます。この開放感綺麗ですね。そうですね、結構あの、まあ、山並み見えるかと思うんですけど、鳥なんかも非常に多くて、はい、ガラスだけですとやっぱり鳥が突っ込んできちゃったりとかもなるほど、それを避ける目的も、はいはい、あのございます。はい、いいですね。でここから先ほどのお庭にも出れてと、のどかです。こんな感じの仕上げなのでいいですね。テーブルに置き型の照明器具も、はい、通常ですと手元にスイッチがあるんですけど、はい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 、スイッチをかましてあげると、あ、なるほど、うん、あの寝る前とか一日こう、はい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 、誰とかしなくてもここでスイッチ切れてができるようにしてるわけです ね, ですね、はい、照明はこの8畳で2灯なので、基本的には壁につけてるのが2灯なんですけど、はい、結構こういう置き型も置いてもらったりとかしながら明かりを増やしていただくこともできるっていう設計ですよね。そうですね。でこちらが奥に続く廊下なんですけども、ここにちょっとこう収納と棚を設けてるんですけども、はい、こちらはどういった用途で使われるご予定ですか？そうですね、細々した収納なんかに使っていただいてももちろん大丈夫ですし、はいはい、あとはオーナーさんの方であのイモリをあの飼育されているので、えイモリ、イモリ今なんかさらっと言いましたけどイモリそうですね、あのやっぱりこう爬虫類とかそういう両生類とか好きな方で、はい、もう打ち合わせの段階で水槽のスペース、はい、イモリの水槽、はい、日当たりはそんなにいらないなるほどなんでコンセントとか、はい、あのまあ、照明がつけられるようなちょっとこう深めの扉にしたりとか。なるほど、へイモリがここに並ぶわけですね。ですね、あのお掃除とか考えると水場も近い方がいいので、はい、ちょっと手洗いといいますか水道も近くに向けて。なるほど、はい、この爬虫類の話に関してはですね、また別の動画が野辺さんのところで上がってますので、この人の動画の概要欄貼っときますので、爬虫類興味ある方はぜひその動画も見て、野辺さんの爬虫類マニアをちょっと堪能していただけたらと思いますけど、まあ、そういう人が集まるんですかね、野辺さんのところには。そうね、結構皆さん好きです、ね、で今こちら私が入ってきている部屋が子供部屋という用途だと思うんですけども、はい、こちらはちょっとね、ここを見ていただいたら分かるのが柱があって、両方に建具が。はい、扉があるので部屋が分かれると思うんですけども、将来的には2つに分けれるよっていうような設計にされているわけですね。そうですね、部屋の大きさとしましてはあの分けてしまうと、2.6 畳程度で、はい、ベッドシングルベッドを置いて机を置いて、はい、まあ、もう目いっぱいっていうような形ではあるんですけど、はい、まあ、ご実家もすごく近いですし、まあ、なるほど、将来的にはやっぱりあのご同居っていうことではなくて、あのお子様とのお一緒の時間を考えると、まあ、このぐらいの大きさでも十分かなと思っております。なるほどね、はい、この近隣にまあご自宅がご実家があるので、はい、まあ、あのそんなに広く取らなくても将来的に使わなくなるお部屋だったら、まあこれぐらいで必要最小限のスペースがあればいいかなという設計ですね。はい、はい、でこちら奥行きまして、こちらは洗面所ですね。そうですね、これも造作で全部作ってっていう感じですね。そうですね、造作で作ってます。こんな感じで作ってます。この水洗もやっぱりこう、はい、水槽のメンテナンスとか考えた時に、はい、まあ、使いやすいようにちょっと外せるようなものですとか、はい、これはオーナーさんからご希望がされました、はいはい、これは水洗の拡大。そうですね、拡大さんの水洗ですね。あ、そう、ホースがすごいなんか特殊な長い、なんか変わった出方しましたねそうですね、私もいまいち慣れてないですけどへー、感じですかね。どんな出方するんですか。あとはあのあまりこう、なんだろう、強いご希望というものは、まあ、はいはい、平屋、天竜焼き杉、なるほど、これからイモリのスペースだったんですがもう一つこの照明器具を使いたい。あ、こちら、こちらが飛松陶器さんというあの、はいはいはい、メーカーさんというか、はい、作り手さんの飛松陶器、はい、はい、こちらがの一応三路スイッチみたいになっているので、はいはい、まあ、ちょっと常夜灯みたいな使い方をしていただいても綺麗かなと思いますし、はいはいはい、なるほど、綺麗な、ね、結構明るいですね。そうですね、小さい割にはすごく、
これは大間さんが今回新たに買われた。そうですね、こちらをぜひどこかにつけたいということで、ほう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 、あまり設計的にはこう目立つものってご提案しなかったり多いんですけど、はいはい、最初どうしようかな、トイレにでもつけようかなとか思ってたんですけど、まあ、使うんであればあのきちんと。はい、でこちら一番奥のお部屋なんですけども、こちらは、はい、このスペースは、はい、あの室内物干しのスペースですね。はい、ここに物干しでは干せるんですけども、ここが結構間取り的な特徴ですよね。こういうふうに洗面所とか、なんかこういうスペースってあんまりこういう大きい窓を取らないようなイメージがあるんですけども、はい、今回はあえてここに大きい吐き出し窓って外に出れる窓を施工された、はい、吐き出し窓っていうのを付けられたっていうのは、まあ、こう出れるようにして外でも干せるようにっていうイメージですかね。その通りですね。あの共働きですので、まあ、夜干す、室内で干すタイミングもあるんですが、はいはい、まあ、高断熱住宅でもございますので、はい、夏場なんかはちょっと外にやっぱり干していただきたくて、はい、なるほど、その時に屋根があるスペースという形でご提案しております。ここから出て、まあ、ここで洗濯したものをこの外に出せるようにしてるっていう感じですけど、ね、そうですね。何がこの取っ手がシンプルでいいですよねっていうお話で、これはよく使うんですか。そうですね、最近使うように建具屋さんが見つけてくれて、うん、よくこう回転のものとか、うん、使ってもいるんですけど、あのどっちがいいって言われてこっちって。うん、回転っていうのは、まあ、こういうところがちょっとこうなんですかね、こうくるって回して取っ手が飛び出るような仕組みになってまして、うん、はい、それからこう引っ張っていくんですけども、それがこちらの場合は、まあ、このまま指突っ込んで開けると、うんうんうん、まあ、メリットとしては回転が結構ワンクッション増えるんですよ、はいはいはい、回して開ける、うんうん、でもしくはまだそういうちょっとこう仕組みがある分壊れる可能性もありますが、うん、これだと単純にこう指かけるだけなので、ね、壊れることはないので、あの潔くてすごいいいなって思見てました。はい、なるほど。引き込み戸にするので、こうツラを、ね、合わせると扉が出せないので、そうだ、ね、こういう出し方ができないのでこれをつけてるってことですよね。そうですね。出して扉を閉めるという感じ。ちょっとこうマニアックなお話ですけど、うん、はい、壁が通常ですとこう建具がここで止めるようにしたりとか、どっちかだけこう立たせたりとか、うん、そうですね、そういったこともできるんですけど、やっぱりあの先ほどのキッチンの下の方にもルンバ置くような形で、やっぱりこうピタッとなった方が掃除がしやすいんじゃないかっていうことでフラットにしています。なんかね、プロがそろそろ向こうに移動してるんで、僕らもついていきましょうか。何がクローゼットのこうハンガーとか、はい、まあ、棚とか、はい、まあ、しっかりこう作り込んでらっしゃるところがやっぱりこう収まりも綺麗だなと思ってですね、まあ、最後までこう手を抜かないところが、はい、いいなと思って見てました。普段吉田さんはどうされてるんですか。普通だとなんか枕棚って言って、あ、ね、1枚板を通してもうハンガーパイプだけで終わったりするんですけど、そうですね、はい、まあ、こうやってすることで、まあ、こういうところに中段作ったりとか、まあ、可動棚作ったりして、まあ、意外とちゃんと収納できて綺麗だなと思います。これも珍しいですね。これをこのパイプがついてる棚が確かにこれ稼働できるっていうのはこれよくされるんですか。そうですね、比較的あのこのお住まいもそうなんですけど、収納スペースが、まあ、どちらかというともう本当に最小限という形になってますので、はい、ただ家族の成長に応じて収納量も変わってくるので、はい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 、例えばですけどこの棚をこっちに持ってきて、あ、なるほど、2段使いでお子様は、はい、低いところから取るとか、そういう使い方ですとか、この幅も、既製品、無印良品店さんの、あのケースがきちんと入るようなそのサイズで、設計の方をさせていただいております。なるほど、うん、なんかこれも全部組み替えれるってことですね。こっちに持ってたりとかいうので、あ、ごめんなさい、一番横はいかないかもしれない、この2つだけ。すいません。ただ間取り的にこう収納を通って寝室に行くみたいなところで、はい、まあ、あの収納の中結構目立つ前としてることが多分多いとは思うんですけども、まあ、それをなんかちゃんと作ることで綺麗に整理して入っていけるんで、まあ、こういったところもね、ワンクッション、こうなんかちょっと雑然とした感じじゃない感じでこう入っていけるのがすごい綺麗でいいなと思いました。ありがとうございます。平屋なんですけど結構こう間口が広くて奥行きがまあ少ないといいますか、
そんな平屋になるので、こう裏動線とかそういったものが全くなくて、まあ、動線的にはもうストレートですね。なので寝室からトイレとか行くときに、やっぱりこうここを通ってトイレまで行くっていう形の時に、まあ、ちょっとそういった照明とか、そのなんていうんですかね、持ち運びができるものとか、あるいは開けてこうちょっといいなと思うものなんかを置いていただくと面白いのかなと思って、ちょっとその辺はちょっと配慮しております。はい、すみません、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらのお家がですね、今これ撮影させてもらってるのが12月なんですけども、1月になんかオープンハウスをされるということなんですけど、はい、もしかしたらちょっとこの動画が終わってた、あのこの動画の公開の時にちょっとオープンハウス終わってるかもしれないんですけども、まだ三番さんのですね、お問い合わせしていただくと、まあ、野辺さんのご自宅もルームツアーでお届けさせてもらっているので、まあ、ご興味ある方は一度そちらの方を見ていただくと、野辺さんがご案内してくれるかもしれませんので、よかったらこの下の動画の概要欄ホームページ貼っておきますので、よかったら一応見てみてくださいということで、よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあすいません、今日は皆さん、プロの方皆さん含めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な力をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、OK です。何が決まりますか？大阪何を測ろうとしたんですか？空気を送り返す。140ぐらいだけど、これでもあの、あれによる器具が、器具によって変わってくるから、まあまあね、器具で聞いた方がいいと思います、ね。メーカーさんとか。そうですね。結構、畳白寸法とかがカタログに。うん、でも、ちょい攻めても大丈夫。多分、メーカーさんのだともっと余裕を、ね、結構あるんですけど、取り付けしろとか取り付けするときにこの手が入るやつだね。こう回してます。これを言うから、だから多分この寸法だいぶ詰めてますよね。今これ、はい、90やから、まあ、大体プロがですね、見に来ると大体こういうところを測ってますもんね。ルームツアーの裏ではこんなことします。なるほど。そうですね。うん、ちょっと寸法を取らせてもらえるとありがたいです。ゾウさんはもう鼻からついてくるんですか？ここの。もうしばらくこの話が続くと思うので、そうですね、終わりたいと思います。ついてきます。はい。そう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 。